オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフのよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は9月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは9月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。自身のレストランを格下げされた有名シェフ、ミシュランガイドを提訴。9月24日火曜日、フランスのタイヤメーカーミシュラン社が発行しているレストラン・ホテルの格付け本ミシュランガイドで、自身のレストランラ・メゾン・デ・ボアが最高評価の三つ星から一つランク下の二つ星に格下げされたのは、覆面調査員が適正な評価をしなかったからとして、フランスの有名シェフマルク・ベイラ氏がミシュランを提訴したとベイラ氏の弁護士が明らかにしました。パリ地下鉄、スマホ利用で電子化を促進、紙の切符全廃へ。パリおよびパリ近郊、イルドフランス地域圏の公共交通機関を管理するイルドフランスモビリテは、今年6月に開始したスマートフォンのアプリで切符や定期券を購入できるサービスにより、紙切符の廃止を加速し、2020年半ばの全廃を目指しています。親日家として知られるジャック・シラク元大統領死去、享年86歳。9月26日木曜日、フランスのジャック・シラク元大統領が死去したと遺族が明らかにしました。享年86歳でした。パリの街が巨大なダンスフロアに、テクノパレード開催。パリの秋の風物詩としてすっかり定着したテクノミュージックの祭典テクノパレードが28日に開催されました。今年で21回目を迎えました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は親日家として知られるジャック・シラク元大統領死去、享年86歳です。9月26日木曜日、フランスのジャック・シラク元大統領が死去したと遺族が明らかにしました。享年86歳でした。シラク元大統領は、1974年から1976年まではバレリー・ジスカール・デスタン元大統領の下で、1986年から1988年まではフランスはミッテラン元大統領の下でそれぞれ首相を務め、その後1995年から2007年までフランス第22代大統領及びアンドラ公国共同大公を務めます。大統領選に当選した直後に、包括的核実験禁止条約の締結を前にして、南太平洋のムルロア環礁で
数回にわたり核実験を強行したことで、世界中から駆け込み実験と非難を浴びたことでも知られています。2007年に大統領を退任した後は、アメリカのバラク・オバマ元大統領から任期中の助言を求められるなど、人望が厚く、2009年に行われた政治家の人気調査では、74% を獲得し、1位となり、フランス国民からも信頼を集めています。一方、2007年にカナール・アンシェニ氏によって、日本の旧東京相和銀行に巨額の隠し財産を持っていたと報じられたり、パリ市長時代に職員を架空に雇用していた疑惑で捜査の対象になるなど、疑惑が多いことでも知られています。来日時には必ず温泉に入浴をすることや、愛犬の名前に相撲と名付けるなど、親日家としても有名です。また、大の相撲ファンとしても知られ、相撲の仕切りについて、戦いの前に二人の力士が互いに睨み合う視線よりも強い眼差しを私は知らないと語っています。2011年にはフランスのメディアによってアルツハイマー病を患っていると報じられました。最後は家族に見守られながら安らかに亡くなったということです。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Décès à l'âge de 86 ans de l'ancien président japonophile Jacques Chirac. L'ancien président Chirac a été premier ministre de 1974 à 1976 sous l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, et de 1986 à 1988 sous l'ancien président François Mitterrand. Ensuite, de 1995 à 2007, il sera le 22e président de la France et le coprince d'Andorre. Il a aussi été critiqué pour avoir effectué des essais nucléaires à Moruroa, dans le Pacifique Sud, immédiatement après avoir remporté l'élection présidentielle, et ce, après avoir conclu un traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il était très populaire, et après avoir pris sa retraite, à la fin de son mandat, en 2007, le président américain Barack Obama lui a demandé conseil au cours de son mandat. En 2009, lors d'un sondage de popularité des politiciens, il remporte la première place avec 74%, montrant ainsi qu'il avait la confiance des Français. En revanche, il est aussi connu pour avoir fait l'objet de beaucoup de suspicions. En 2007, le Canard Enchaîné signalait qu'il avait eu une immense propriété cachée sur un compte de l'ancienne banque du Japon, Sowa, à Tokyo, et qu'il faisait l'objet d'une enquête pour soupçon d'embauche fictive d'employés lorsqu'il était maire de Paris. C'était aussi un japonophile réputé. Quand il venait au Japon, il allait toujours dans une source thermale et avait appelé son chien Sumo. Il est également connu pour avoir été
un grand fan de sumo. Il décrivait le regard des sumo avant le combat avec les mots suivants. Je ne connais pas d'autre forme de regard plus intense que celle de deux sumotori qui s'observent avant de s'affronter. En 2011, les médias français ont annoncé qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Il nous a finalement quittés sous la protection et la bienveillance de sa famille. Sébastien 先生、ありがとうございました。日本とフランスをつなぐ大きな架け橋になったシラク元大統領。今日、これほどまでにフランスで日本文化が愛され続けているのは、シラク元大統領の影響が大きいのかもしれません。シラク元大統領に追悼の意を表します。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。